大変だ大変だ。どうしたんですか、海流。推しのアイドルが文春砲食らったの？それは一大事だね、じゃなくて、ポケモンに関するビッグニュースだよ。脚本が緊急で動画作成するくらいの。ポケモンホームか？どうせ、まだだろ？正解。近いうちにポケモンホームが解禁するよ。はっぱは、海流エイプリルフールはもう終わったわよ。はい、証拠。連携時あるあるの特別な御三家が配布されるね。待ってたぜこの時をよ。ついにパンパンなボックスとはおさらばだぜ。そして、ついに周期法のポケモンにも会えるんですよね。ステロンに新しい風を起こすバサギリ。特性すべて優秀な偉大党。そういえばヒメグマちゃんは？そういえばいないな。あの子が一番喜んでそうなんだけど。そうだね、あたいの力存分に発揮してやるさ。あたいはこの時をマジで待ち望んでいた。これから強者と戦うのが待ち遠しいな。どちら様？すげえ、なんという豊満なボディだ。そこ？そうじゃないでしょ。あんた誰なの？ヒメグマだけど、あ、この姿になるのは初めてだったね。ちょいとお待ちよ。変身解除。あれ？私。そうか、満月の絵を見て変身したんだ。え？嘘？どうなってるの？そういえば言ってなかったね。私、満月を見るとガチグマに変身できる能力があるの。満月であれば絵でも刺繍でもミルクまんじゅう月化粧でも。でも、その間は凶暴さと野生的な別人格になるの。それなんてみっちぼっち？なるほど、つまりこれからガチグマ使うときは満月見て変身するんだな。そういうこと、これでベンチウォーマーとはおさらばね。ただ、変身してる間は私の記憶がないのが難点かな。変身してる間に勝手に私のお金が使われていたり、喧嘩して、身に覚えのない罪がたまに重ねられるんだよね。それは難儀だね。でも、強力な戦力が加入してくれたのは嬉しいね。これからもっと朝日うららチャンネルはパワーアップできるわね。というわけであたいのこともよろしく頼むよ。よろしくね。さあ、今からはホームのアップデート内容を話していくわ。了解です。今回連携によりアップデートでコレクレイとホホルムが SV でも使えるようになったわ。進化先は同じだから対戦には影響しないな。それでも、コレクターには必見ですね。次に注目したいのは思い出し機能。BDSP、アルセウスからゲーム内で覚えるレベル技に過去作で覚えていた技が消えてたんだけど、画像のように思い出せるようになったよ。ワンチャン、僕ダブルウィング復活するかも。修正されそうだけどね。修正したら暴れてやる。まあ、でも毒毒とかは没収されそうだけどね。あと、メザパと SV にはない技もだな。そこらはしょうがないよね。まあ、現状教え技覚えさせて持ってこれるかは終わりってとこだね。頼むよエルカ。あとは海流が言ってくれたように、SV の夢特性御三家が配布されるわね。特性パッチのおかげでぶっちゃけあんまりいらないのが辛いとこだな。あと、今回の連携で遅れるであろう内部データ内の伝説のポケモンに会えるのも楽しみね。特に私たちの推しディアルが、パルキアに早く会いたいわ。そこも連携の醍醐味だよな。というわけで今日の動画はどうだったか？今日は緊急で動画作ったけど、ちゃんと令和相棒自慢杯の動画も作ってるので既存の視聴者さんは安心してね。ヒメグマちゃんの新しい一面も知れたし、ホーム解禁したら使ってあげたいね。うん、ガチグマも喜ぶよ。戦うの好きだし。これからもどんどん動画を投稿していくので、チャンネル登録、高評価をよろしくです。それではこれまでのご視聴ありがとうございました。じゃあな。